ボルトン拾うチャンスになる佐藤久人、スペースを見つけて柏木ヒールでつなぐ、ウェズレイ前向くシュートへ、やっぱりこうちょっとしたミスっていうのはね、こう決定的なチャンスを作られますし、逆に言えばこうちゃんと作れるというところのサンフレッチェのやはり良さ強さ、これ危なかったですよ。シンプルなつなぎでしたね。このパスね、柏木陽介、柏木陽介取り返してスペースへ、ハントリー安田がヘディング。まあでもこれは難しいですよ、体入ってましたからね、はい、でもあそこ狙ってるというね、やっぱりこの小さな選手ですけど佐藤っていうのは本当に相手ディフェンダーとったリアル選手、このパスうまかった、よく見てましたね、このクロスもね、はい、もう選手で伝えてる、十分こうサンフレッチェに対して準備してるんだなっていう、こんな印象を受けますね。そうですね、駒のスペースに柏木陽介、うん、この人は左利きです。溜めてキープをします。3人に囲まれる、サポートがあります。青山センター、森崎浩二スルーをする、これ3トップですね、はい、前線はウェズレイ、平重、佐藤久と3枚抜け出した、いい落としだ、柏木、柏木が行く、倒れない、抜け出した、佐藤がいる、遅れて平重を逆サイドへ、止まれてシュート、同点、平重のゴールは認められます。